木智弘九郎、北垣智弘九郎、山本信弘九郎、山本信弘九郎、14番コートで試合です。審判、さあ、そしてコートですけどね、選手がいいところにつけてきました。そのうちにつけれるのが今日スタッツナンバーワン、江里哲也、なんかね、鈴木選手のこのなんか白いユニフォームも板についてきましたね。まあ、ホワイトはいいですね。そう、さあ125点取ります。さあ対する上下、180 100点取ってきました。この上里選手もね、素晴らしいね、まあ、素晴らしいとまでは言うね、あれですけど、素晴らしい、人物ですよね、こう、おおらかなね、話すと、ちょっと見かけが怖いんですけどね、さあ、196、もう1本60ですね、はい、176点、上がり目はございません。完全にリズムプレイヤーですよね。166残りに対して176、鈴木徹、さあ60入り116、もう1本60、そしてもう1本60、あー、ナイスだ、素晴らしい、140取ってサブロカレンジ。さあ166なので、これは106から10、まあね、上がり目がないのでね、こちらもしっかりとアレンジしてきました、さすがです。さあ36残り、鈴木徹1投目できっちりと決めてきました。調子は良さそうだ、鈴木徹。いやー、素晴らしいスタッツですね、お互い調子良さそうです。さあ、そしてクリケットは上里選手の先行のクリケット、ゲームスタート。60オープン、さあ60加点決めたい、まあ、しかしオープン加点、しっかりとした滑り出し。さあ鈴木と19からの60決め、もう一本じゃなくカット。そうなんですね、ここはまあね、人それぞれ決まれば、あ、いい無駄のない攻撃となるんですけれども、決まらなかったときは怖いですね、はい。ダブルカット、ダブルカットで、やはりこの20っていうのはですね、相手のスコアを取る上では必要な数なので、先にカットして、先手を取れなくてもカットをするね、戦略を強
とやってますよね。浅田聖吾プロ、有田隆プロ。さあ16オープン。さあ加点、そして18カットに行くというね、決まらずですね。3本目のカットしっかり決めたい。続きまして、さあカットオープン。16シングル、さあ来た、オープンからのカット、そして15カット。まあこういう風にね、16のダーツポジションが上突きで悪かったので、カット先に行くというそういう戦略を鈴木徹選手が行ったことですね。さあカットからの加点、ビッグラン。インナー、ブル、インナーで迫る1ポイント差。審判、松内裕也プロ、松内邦子プロ、さすがだ、上里哲也、見事に先行のクリケットキープ。さあそしてゲームは鈴木徹先行のクリケットへと移ります。鈴木徹選手も横ずれですよね。調子のいい時はですね、エリア20って言われるぐらい60トリプル入ってくるんですよ。鈴木選手今日は横、ラッキーでしたね。あまりのグルーピングで逆に弾かれてしまった。さあそして戻る。さあ先に20カットからの加点。いや上田選手今日やっぱキレキレですね。40点で予選1位、素晴らしいレコードで決勝トーナメント上がってきます。さあここでオーバーカット、鈴木徹。いやー、キレッキレですね。オーバーカット、さあオープンまでということでね、上里選手のチャンスですね。さあトリプル、ブール、インナーマリナシ。いやー、上里選手絶好調。先行の高校ですね、高校のクリケットブレイク。上里選手も初優勝が、初優勝しましたよね、上田選手。まだしてないですね、まだですね。シルバーコレクターと言われてましたが、返上なるのか。
今日は楽しみですね。さあ135点取ってきました。女子の決勝となるので、そろそろスタートしましたか。はい、140ナイス縦ライン、綺麗な縦ラインで揃えてきました。140、いや、パーフェクトはですね、あの革靴じゃなくていいですよ。運動靴でも OK です。そして180、いやさすが予選スタッツナンバーワン宮里哲也。さあ続けるのか、鈴木徹。かけ。これで186、どこまで削れるのか、上がり目出せるのか。さあ、じゃあアレンジができるのか。さあそして10トリプル決まらず。さあ261、上がり目がありませんのでですね、できる限り削るという、諦めずに削る、そうするとチャンスが生まれる。180、さあ56、16からのトップ狙い、トップダブル狙いですね。トップダブルっていうのは20ダブルのこと、トップダブル。あっとトリプル入りましたね。でも4ダブルですね。決めた、宮里哲也3回戦進出、隙のないダーツ。 CM どうぞ。